フィッシュボール。どうも、国際ガイセン、ソコーです。ガミア、オザレイド、快変。大家大家見てください。ニードン大家、マイランヘイゲーゲー大家ですね。ここで、なんと、今日はね、日本のアニメとかキャラクターと関連のある仕事をしてる方がいるということでね、今日は話を聞いてみたいと思います。楽しみです。行きましょう。こんにちは、どうも。フィッシュボール。どうも。ありがとうございます。遠いとこまで。いえ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 。なんかいろいろありそう。これは中学校時代プレステでやってました。同じ世代ですよ、ね。あ、同い年。やりましたよね。学生時代徹夜で やってましたよ。本当。そうですね、友達と。なんか何やったかな、吉光とか金光やったっけ。吉光。そう。あいつに負けたらめっちゃ腹立つんですよ。なんかあいつ勝った時すごい変な声出しましたよね。めっちゃ腹立つんですよ、あれに負けたら。今も同じ。今も同じ。クリーミーマミー。そうです、ね。山田さん知ってる？知ってる？なんか俺のお姉ちゃんが見てたかな。ミンキーモモとかとあれぐらいの世代よね。あとですね。あと。そうか。1983年です。1983年。はい。え？それのグッズを作ったの？そう。香港ですごく人気があるキャラクターなんで。クリーミーマミーが？そうなんですよ。そうなん？そう。知ってんの？香港の人。みんな知ってる。そうなんや。え、俺がちょっとおかしいんかな？いや、日本の人よりも香港の人がやっぱり、特に好きっていう特徴があると思いますね。ああ、そうか。あれか。うん、フィッシュボール太郎が日本であんまり知られてないけど、はい、そういう感じかもしれない。香港では、はい、全員知ってるっていう感じ。同じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいな。フォロー、ちゃんとフォローしてくれて。今日のゲストは鈴木正文さんと宮古澤萌さんです。今日はありがとうございます。お時間ありがとうございます。そこさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。いや、素敵なオフィスですね。楽しいですね。遠いところまで。いやいやいや、ありがとうございます。じゃあまずは香港人が誰もが気になる問題一つ聞いていいですか。はい、はい。ゲイチンチョン。家賃おいくらですか。ここは。いや、冗談です、冗談。最初からやっぱりそのアジアの中での洗練されたところだっていうのは分かってたので、当時ね、香港来る前は出張で上海半分、香港半分だったのかな、うん、だから上海との対比の中で香港すごく惹かれたっていうのはありましたね、当時ね。どういうところが。やっぱり英語で話せるとか、うん、あとはまあ日本人に親切だったところがすごく印象的で、うん、やっぱりアニメとかね、ゲームの話をするときに共通の話題としてすぐ友達になれるっていうのは、うん、香港の特徴だったんじゃないですかね。うん、はい、みんな好きですもんね、アニメね。本当にめっちゃ盛り上がりますよね、うん、歌とかね。歌とかも、うん、はい、萌えさんは、香港人と日本人のハーフですね、はい、香港好きですか。両方好き。香港、日本も。そうですね、両方大好きですね。でも香港ではずっと育ってきたところなので、やっぱり香港は好きで、日本に、まあ、短時間滞在した時とかも時期とかもあったんですけど、まあ、やっぱり香港ってインターナショナルなんだなっていう、私とちょっと背景が似た人とかもいっぱいいて、結構香港人の自分たちのアイデンティティの捉え方って結構人それぞれあるよね。そうですね。日本人みたいに、うん、日本人割と統一してるというか、うん、はい、だけど香港人っていろいろと、自分たちのそれぞれみんなアイデンティティの捉え方が違って、で、萌えさんはどういうふうに考えてますか。ハーフの方ってやっぱりそれで多分悩んだりすることとかあったと思うんだけど。そうですね、すごく悩んでた時期もあったし、うん、まあでも社会に出てから、うん、やっぱりもっといろんな背景な人と出会って、この香港って私が思ったようにもっと多様性なんだなって思いましたね。学校っていう
その狭い小さいとこから出た後、そう、うん、特別にそう思いました。そうか、自分と同じような境遇の人がいっぱいいろんな国の人とか、ね、ミックスの方もいるもんね、はい、そうですね、うん、だからそういうダイバーシティはやっぱり日本にはないところですごくいいよね、面白いよね香港って、はい、なんか国籍とか関係なくその人が受け入れられるっていうような雰囲気が日本よりはあるなっていうふうになんか思って、はい、うん、そうですね、香港では、ま、職場でもレストランとか行っても普通に外国人とかいろんな国籍の人がいて、うん、それは本当に、うん、話しやすくて、まあうん、相手も私が何々人だろうっては思い込まないし、うん、そこがすごく好きですね。いいよね、うん、何か広東語は広東語は、うん、あれ長い。ちょっと待って、ちょっと待って、13年でしょ13年、なんか出てくるでしょ、広東語。ワッタンチャーシューファン。ワッタンチャーシューファン。ワッタンチャーシューファン。ギリギリわかった。わかった。それ絶対サーザン弁で通じないですよ、今のね。ワッタンチャーシューファン。結構わかってくれますよ、ね。ほんまに、うん、そう。マジで。お祝い。お祝い。お祝い、ワッタンチャーシューファン。だからサーザン弁食べるんですね、よく。そう。チャーシューファン大好き。ワッタンチャーシューファン美味しいですよね。うまいですよね。ご飯が進む進む。萌ちゃんは香港好きなところ。ご飯の話出てきた。やっぱり食は大好きですね。いろんな一番おいしいものが集まってくるっていう感じはあります。何が好き？香港でいうとヤムチャ大好きですね。ヤムチャいいね、うん。ヤムチャ。ヤムチャとかいつ行ってるんですか？半分やっぱり香港人なので、家族での日曜日の集まりとかはやっぱりあります。日曜日の朝一緒にヤムチャ行きましょうっていうのは、子供の頃から、まあ、1年に何回とかっていうのはありますね。あの習慣いいよね。はい、うん、みんな集まらないといけない。集まって丸いこう円卓を囲んでさ、はい、あれはいいよね。これが習慣になったらもうみんな出席しないといけないみたいな感じになって、うん、もうみんな一回顔は見せなさいみたいな感じです、うん、日本ではないもんねそういうのって。定期的に、例えば毎週1回集まるとか、うん、月に1回絶対ファミリーで集まりなさいっていうのは日本でないじゃないですか。ないですね。僕それすごくいいと思うんですよ、うん、強制的にでもやっぱりやると近況とかっていうのが分かるし、うんうん、あ、最近病気やったんやとかさ、うん、なんか日本でずっと家族とかで離れてるとさ、やっぱり分からないじゃないですか、はい、ちょっとあんまり若い頃とか特に親と連絡とかあんまり取らないですよね。ほとんど取らないですよ。そうそう、なんかちょっと恥ずかしい、照れくさいなみたいなのが、そういう家族とのなんか交流が香港にはなんかあるっていうのはいいな。そうですね。じゃあなんか ここが変だよ香港みたいななんかあります？あー一個ある。あ、なんすか？ここのオフィスの下、はい、まあここ工業ビル地帯じゃないですか、はい、だからその物流のトラックとかめちゃくちゃ来るんですけど、うん、道が詰まると、うん、1分間ぐらいクラクション鳴らす続けるでしょ？ある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 。ずーっとクラクション鳴ってるよね。このまま長押ししてるよね、あれ。あれも日本ではないですもんね。確かに、クラクションの長押しはそうないよね。すごく不思議ですね。萌さん何かありますか？じゃあ萌さんには逆にここが変だよ日本人、そういっぱいあります。鈴木さんもある。そういっぱいあるんじゃない？ちょっと待って。日本人と、うん、接触が多くなったのはやっぱり仕事に出てから日系の会社入ったり、鈴木さんと働き始めたりした後、いろんな日本人、私より年長の日本人とか、昔は家族だけだったんだけど、仕事に入ってからいろんな人と話すことになったんですけど、それでみんな話し方がすごい、なんて言うんだろう、直接的じゃないなと思いました。ああ、
もうちょっとしてほしいこととか、どう思ってるのか、もうちょっと直接に教えてほしいなっていう感じはありましたね。確かに、ホークンフォンですよね。はい、ゴンエのボンセ、はい、アニメとか、はい、ゲーム、日本由来の、まあ、そういうコンテンツの、はい、グッズのライセンスを、うん、使って、まあ、ぬいぐるみとかアパレル品、縫製雑貨のようなグッズを作るんですけど、うん、そのデザイン、そして製作、うん、あとね、販売もやってます。全部やってるんですね。そう、普通はおもちゃ屋さんとかでこう買っていただくんですけど、うちは自分の会社のウェブサイトがメインで売ってるんですよね。そこまでやってるのって珍しくないですか？そう、おもちゃの業界だとそうかもしれませんね。香港もね、日本と同じように、はい、そのアニメとかゲームの人気すごいし、うん、あとそういうグッズも多いじゃないですか、うん、ただね、やっぱりそのちゃんとライセンスを取ってるものなのかなっていう点で、うん、ちょっと怪しいところもあったんで、私たちはやっぱりその全部、公式のもの、うん、それが、まあ、もちろんアニメの会社さんにも、喜ばれるし、うん、ひいてはファンもやっぱ本物はちゃんと手に入るっていうことが大事だと思っているので、うん、それでちょっと時間はかかるんですが、うん、しっかりと企画からライセンスの交渉契約でデザインして、うん、何度か試作を、可愛くなるまで試作をして、うん、満足いくようになったら発売するという感じで、だいたい一つの仕事するのに1年半ぐらいからかかると。そんなにかかるんですか？はい。じゃあこのぬいぐるみができるのも1年半ぐらいかかってる？そうですね、これはもうちょっとかかったんですよ。実は最初に開発したやつのはすぐにデザインは OK いただいたんですけど、はい、作ってる途中で、うん、もうちょっと、うん、違うものがいいなと。例えばその卑弥呼の表情は途中で変わってるんですよね、うん、前はこうニコニコの目だったんですけど、はい、なんか一回展示会に出してみたら、うん、ユーザーのお声で目が開いてる方が可愛いじゃないかって、私もそれ見て、あ、確かにそうかも、うん、思って、それで書き直してもう一度、うん、ご説明をしてライセンサーにで作り直したので、これは2年ぐらいかかってます。2年すごいな。僕これ30分で作ってみちゃう。私たちらしいものをいつも作ろうとは思っていて、それは例えばですね、誰かに見せたくなる、うん、ね、可愛いって言ってもらいたいとか、あとはデザイン の, 秘密のこだわりがあって、うん、そういったところになんかこう、驚いていただきたいとか、はい、なのでもちろんその作品の世界観を忠実に再現することはマストなんですけど、うん、それプラスアルファ、そのユーザーに喜んでもらえるというか、ユーザーに驚いてもらう、うん、そんなものはやっぱりいい企画にしたいなと思っていつも考えてますね、うん、やっぱサプライズ大事ですね。そうなんですよ、僕のこれにもちょっとサプライズあります。お、なんですか？ここ押してもらっていいですか？はい、ビーシバー、サプライズですね。ありがとうございます。これはもう 私の思いで、うん、このキャラクター、まあ、マジ英雄での卑弥呼っていうんですけど、アニメの中で前向いてるときはリボンがこうなってるんですね。ちゃんとリボンのを全体的に見えるんですけど、後ろを向いた途端リボンがこうなるんですよ。あ、アニメでは、アニメではそれを再現するように作りました。素晴らしい。ありますよね、昔のアニメで突然向きを変えると髪の毛が突然ピヨンって、はい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 、ってなるのを、まあ、お客さんが手に持った時でも遊べるようにしたいなと思ってそうしました。お二人どうやって出会われたんですか？私はもともと2011年の1月から、はい、その前の会社のね、駐在員で、はい、香港に来たんですよ。でその時に、まあ、ゲームセンターの、はい、ゲームセンター行ったことありますよ、香港で。香港で。ありますよ。ありますよ。僕厚税米に昔住んでたんですよ、はい、だからワールドトレードセンターとかに、はいはいはい、全部ワンフロア全部ゲームありましたよね。その会社、その会社、その会社の駐在員で私は来たんですよ。めっちゃ大手です。
大手ですね。そうですね、はい、すごいいい会社なんですけど、うん、で2019年まで駐在期間があったんですけど、そこでちょっとキャリアをそっち側に転換してみたいと思って、うん、それで自分で仕事を始めたんですね。いやすごいですね、うん、だって大手企業の駐在員って言ったらね、まあ待遇いいですよ。確かに家賃補助出るしいいとこ住めるし、でそれを高待遇をやめてまでなんか自分でやろう、自分でビジネスやろうって思ったんですが、リスクあるじゃないですか。あ、安定を捨てるっていう、うん、あんまりそっちには注意が向かなくて、はい、それよりもね、今そこうさん言っていただいた通り、前の会社さんで学んだことすごくたくさんあった、うん、でそれはその私の上司たちも先輩たちもすごくそのプロ意識の高い方々で、そのゲームとかアニメキャラクターグッズのお仕事に対する情熱だとかっていうのをすごく教えてくれたんですよね、うん、だからそっちが私のもう一個の、まあ、40代のキャリアは、うん、まあ、そっちで教わったことを何か実践してみたいっていう気持ちがあった、うん、なのであんまりこう恐れとかなくて、へー、うまくいくいかないも考えずに、とりあえず今度は全然違うキャリアのことをやりたいなと思って始めたっていうぐらいですかね、うんうん、今始めてどれぐらいですか。まあ、なのでもう5年。5年、はい、でその始めようって思った時に、うん、萌えさんにも声をかけたと。そうです、そうです、うん、知り合いのつてで萌えさん紹介してもらって、その時は別の会社に所属してたんですけど、うん、週末のアルバイトで最初手伝ってもらって、うん、私の書いた鉛筆書きを T シャツにしてもらうっていう、うん、T シャツのその発注するデザインにしてもらうっていうので最初手伝ってもらったんですね、うん、もしよかったらこっちでこういう仕事を俺と一緒にやってこうやって会社を育ててみないって話をしたんです。確かにね、うん、そしたら次の日に、はい、鈴木さん会社辞めてきましたすげえ、翌日次の日に、そんぐらいですね。すごいな。へえ。家族とかにも相談しなかった。そうですね、もう自分の意思 で、はい、はあ。決め手となったのは鈴木さんのやっぱり熱意ですか、さっき。それもありますね、まあ、いろいろあって、 あとはコロナ禍の中で、うん、もし世の中がこうな突然こうなっちゃうんだって思ったんですよ。だから私が今やってることをやっぱり本当に自分の好きなことに向き合わないと、その機会っていつか突然なくなっちゃうっていう可能性があるんだなって思ったんですね。そう思って思い切って、うん、じゃあ一緒にやりましょうって思いました、うん、おいい話や。最初はデザイナーで入ってもらったんですけど、あ、これはそうじゃないなと。2人でこの会社を大きくする、うん、私がリードするんじゃなくて、うん、2人でこう意見交換しながら、うんうん、商品だったり売り方だったりお客様にどう喜んでもらうかっていうことをやり始めたので、すぐに、まあ、そのもう経営の方に入ってもらって、うん、だからまあ2人経営者っていう感じでここまで来ましたね、はい、何か言える範囲でいいんですけど、はい、このキャラクターは、うん、やってよかったみたいな、そういう作品とかなんかありますか、うん、いや実際にこの名前出してほしいんですけど、うん、このサイバーフォーミュラーの仕事は特にやっぱ印象深くて、あれは2021年に香港の対空審で、はい、大きなイベントをやったんですね。サイバーフォーミュラーの30周年の年、うん、でそれは私が独立してやった最初の大きな仕事で、うん、それはね、すごくいい反響をいただきました。サイバーフォーミュラーも香港でね人気があるんですよね。知らなかったそうですか、意外ですよ本当。だいたい30代から40代の男性が特に思い出深い作品の一つだったんですかね。1年ぐらいかけてショッピングセンターにその大きなイベントをやるプロジェクトを組んでですね、やりました。うん、反響良かった。いやすごく良くて、初日から大勢並ばれたし、であとそこはいいじゃんとしてのもう一個の原点で、サイバーフォーミュラーのその展示会用にこのぬいぐるみ、あとアパレル洋服をたくさん作って企画して初めて売ったんですよ、うん、そしたらね、最初の1週間でほぼ全部売り切れたんです。すごいなので2つ、その1つはやっぱお客様にこんだけ喜ばれることができたんだっていう自信にもなったし、
もう一個は私たちの商品がしっかりとそのファンに褒められたっていういい経験にもなったし、うんうん、萌さんは何かありますか、これ、はい、やってよかったみたいな。はい、私はサイバーフォーミュラーの翌年にクリーミーマミっていうあのアニメ の、 あのイベントをやったんですね、うん、イベントが始まるその日の朝にすっごい行列ができて、うん、アニメは40年前のものなので、ファンの方からも、まあ、女性の、まあ、お母様とかなんですけど、うん、子供も連れてきて、来てくれて、うん、まあ、お母さんたちも子供に帰ったような感じでいろいろ見てくれて買ってくれて楽しんでくれたのがすごく良かったなって思いました。そのアニメを見てた当時には感じできなかった体験だろうなと思って、それをその人たちの子供にも一緒にあの伝わって一緒にエンジョイできたのはすごく良かったなっていう感じでした。だその実現の陰に、はい、私はねやっぱりその香港のいろんな協力会社さん、はい、私の同年代の経営者の香港 の、 あのトイとかあとイベントとかの会社さんがいっぱいあって、彼らにねずっとやっぱ助けてもらってるっていうのはいつもあったんです。だからサイバーフォーミュラーの時もクリーミーマミの時も私たち単独じゃできなくて、企画は私たちするんですけど、その場所を抑えたりデザイン、あの売り場のデザインをしたり工事の手配をしたりとか、うん、オペレーションをしたりっていうのは全部香港の私たちの友人の会社が手伝ってくれたんですよね。うん、いやそういうふうに香港のそのトイの業界になんか明るくこう私たちを迎え入れてくれてるっていうのはすごくあの香港らしくて、ありがとうって感じですね、いつもね。ここで仕事が始まったっていうのは、まあ、ある種偶然ではあるんですけど、うん、運命的なものがあって、香港のいろんな友人たちメンバーに恵まれながらですね、うん、グローバルな仕事をしていきたいっていうのは、まあ、思い描いてます。何か今後新しい計画みたいなものってありますか？はい、だったらちょっと話せる範囲で教えていただいてもいいですか？その今萌えが言ってくれた2022年のクリーミーマミが、はい、コロナ明けも大ヒットしたイベントの仕事だったんですけど、あれをもう一回ちょっとやりたいなと思っていて、今年の9月、はい、またクリーミーマミのイベントの第2弾を準備してますので、はい、おーすごい。調べて分かったんですけど、例えばクリーミーマミは1983年の作品なんですけど、はい、84年にはもう広東語で香港でかかってた、はい、しかもその当時香港のチャンネルは2局だったのかな、うん、で一つは何だっけ、あの国営放送ニュース、アザオディンシー、アザオディンシーかな、うん、ライデプティンシーかな、アザオかな、分かんないけど、まあ、そう ATV、うん、でもう一つの方で TBB だよね、 TBB でクリーミーマミがやっていた、はい、ATV でクリーミーマミやった、 ATV でさやってたんや、うん、アニメだったらでもみんな同世代の人アニメ見るから、うん、アニメの視聴率が 100% に近かったんじゃないかなって思ってて、だからクリーミーマミーサイバーフォーミュラが放送された当時の体験がほぼ全員同じ体験なんで、日本だと分散するじゃないですか、はいはいはい、私はこれ見るけどこっちは見ないとか、あ地方によっても違う、地方によって放送されるものは違いますもんね、日本ね、うん、そうかそうか、なのでその熱狂、30年前の熱狂世代が共通体験としてそのまま今に持ってこれたのかな、なのであれだけ盛り上がったのかなっていうのは思いました。なんか香港は小さいとか700万人しかいないって言われるんだけど、うん、実はそんなことない、みんな香港中を挙げて一つの熱狂を作れるっていうすごいいいとこだなってやっぱ思いました。なんか成熟度でいうと世界でもね、うん、結構トップに来るぐらい日本のアニメが好きな場所かもしれないですよね、はい、そこにやっぱり手応えを感じたと、そう、そうです。ツイッターですごくね素敵なコメントがあったのを今思い出したんだけど、そのすごくマイナーなキャラクターまで、うちはぬいぐるみとか商品を作って、ちょっとね受け狙いみたいにふうに思われるのかなと思ったんですよ、うん、ところがそのアニメの30年来のファンの方々ってすごく熱心で情熱的で理知的なので、
あのこのキャラクターまで作ってくれてありがとうって言って、うん、その発表会の会場で拍手が起きたんですよ。へえ、それがねすごくね嬉しくて、へ笑いが起きると思う。だから、いやこのキャラクターまでこうやって作ってくれたってありがとうございますっていうそのメッセージが届いて、すごく印象深かった。私たちが思ってる以上にこの商品を歓迎してくれる人がいたっていうことに私たちも気づかされたんです。その時会場にいたんですか。会場にいました。そう、いやそれ嬉しかったんじゃないですか。そうですね、ちょっと今うるってなってます。違う、ちょっとなってるなってる私たちが今持ってるのは、例えば洋服とかぬいぐるみとかも身につけてても肯定されるっていうものになってなきゃいけないと思うんですよね。笑われたらいけないと。だからシャツとかのデザインとか私たちはすごい時間かけるんですけど、うん、誰かにむしろ見せたくなる、うん、そういうそのファッショナブルなものとかデザインの凝ったものとか、うん、これはいいねって言ってくれる日常使いできるものにしたいっていうのはもう絶対あってですね、うん、だからそのみんなに見せたくなるもの、うん、これができるまではなかなか企画がこう着地しないんですけど、うん、そこに私たちのやりがいがあると思ってます。本当に自分の好きなものを身につけるっていう行動に私たちは応援したい、うん、おー、いい言葉ですね。あのこれを見てくれてる視聴者の中に、まあ、どれだけねそのアニメとか、はい、漫画が好きな人がいるかどうかわからないんですけども、うん、香港にもやっぱアニメ漫画大好きなやっぱ人がいるわけで、うん、でその業界で仕事したいっていう人も絶対いると思うんですよ。もし漫画アニメゲームが好きだったら、うん、またそれで何か、どういう仕事ができるかっていうのをまず始めてみたらどうかなとは思うんですよ、うん、で幸いその絵を描く、それから、それを誰かに届ける、うん、そのいろんな IT 技術の発展によってそれが昔できなかったことが今できるんだったら、自分で描いた絵を発表したりとか、自分で商品を発注して誰かに売るとかっていうことができるようになってきてるから、なんか一番そのクリエイターが輝ける時代なのかもしれませんよね。だからあとは行動力とやる気だけだと思うので、そう思われる方がいたらですね、ぜひちょっとチャレンジしてみたらどうかな。私たちと一緒にでもいいですし、うん、チャレンジできれば新しい道が開けるんじゃないかな、うん、そういう時代だと思ってます。もし熱意のある人がいたら、はいね、事前多戦多戦問わずいいじゃないですか、はい、そうですね。今日はありがとうございました。なんか言い残したことない？なんか私たちの商品がそのどんどんいろんな方に認められて手に取ってもらうと、その時にあこれいいじゃんってその素直に喜びの言葉が出るっていうことをいつも私たちはイメージしてるんですよ、うん、いいじゃんっていうのはちょっとノリの軽い日本語なんですけど、うん、そういった使い方の言葉がこの香港にもあと海外にどんどん広くですね広がっていったらいいなっていうのは、うん、夢の一つでしょうかね、うん、関東語ではなんて言うんですか。関東語でなんて言うんですか。これいいじゃん、あいいじゃん、この商品いいじゃんって。こうなんぜもうあっかな、はい、こんな感じですか。いいと思います。どうですか、うん、もうちょっと萌さん的、萌さんだったらなんて訳する。いいじゃん、ゲイホウオー、ゲイホウオー、ゲイホウオーですか。ゲイホウオーゼンホウゼンオーの方がいいかもしれないですね。